地震の被害が大きかった輪島市と鈴市では今日仮設住宅の建設が始まりました午前9時50分です輪島市西脇町の仮設住宅建設現場に作業員が入りました輪島市と鈴市では地震による住宅被害が甚大でいまだ全容が判明していません輪島市では1万500人 珠洲市では5300人余りが避難所に身を寄せています。このため、県は今日から輪島市で50個、珠洲市で65個合わせて115個の仮設住宅の着工に入りました。このうち、輪島市の農村ふれあい広場では30個が建設される予定で、早ければ1ヶ月ほどで完成する予定だということです。輪島市では入居希望者を市役所や。 各支所あるいはスマートフォンで今日から18日まで受け付けます鈴市での受付開始日はまだ決まっていません和島市では県に4000戸の仮設住宅の建設を求めていますなお、昨日まで被害多数とされていた内永町の住宅被害について902件が全壊、半壊、一部破損だったと判明しました